聞いてよ、陽子さんって共働きなんですって。久美子さん、突然どうしたんですか？陽子さんが共働き？それがどうかしたんですか？別にいいじゃないですか。はぁ？いいわけないでしょ？最近なんかコソコソしてると思ったのよ。そしたらまさかの共働きよ。コソコソって隠してるわけではないと思いますけど。あれは隠してるに決まってるわよ。しかも仕事って何してると思う？そんなに大げさに話すことですかね。普段陽子さんと話さないので知りませんよ。いつも忙しそうにしてますし。でしょ？みんな知らなかったのよ。それがね、家政婦なんだって。ちょっと笑っちゃうでしょ？どこのドラマの話だよっていう。素晴らしいじゃないですか、家政婦って。今時家政婦が必要な家庭は多そうですし。家政婦が必要って言うならわかるわよ。でも、自分が家政婦になっちゃうって、他人の家の掃除する仕事でしょ？本当に貧乏人って大変だなーって。今時共働きが貧乏という発想はどうかと思います。共働きだよ。貧乏に決まってるじゃん。だって二人とも出稼ぎしないといけないんだよ。私の旦那みたいに稼ぎがあれば妻は家にいられるの。そうなんですか。うちの旦那部長だからさ、稼ぎが良くてよかったわ。そういうのもいいのかもしれないですが、他人の家庭のことですから、そこまで言わなくていいのでは？外に出て働くのもいいことじゃないですか。うーわ、貧乏人の発想って感じ。なぎさんまで貧乏くさいこと言うのやめてよ。そんなの狭い家に住んでる人だけでしょ？あたしみたいに広い家に住んでれば開放的なのよ。それは物理的な話であって気持ちの面で。物理的に開放感があれば気持ちもそうなるのよ。発想が貧乏人すぎて話についてこれないのね。そういうものではない気がするのですが。昨日は一日中料理を楽しんじゃったし。ああ、料理中に飲む赤ワインは最高よ。お酒は最近あまり飲んでないんですけど、一日中料理をすることもないですしね。あら、ごめんなさいね。贅沢な話しちゃって。貧乏人といえば、なぎさんも、なかなかよね。はい？この前、見ちゃったのよ。なぎさんの家って、雑木林か何かなの？どういうことですか？とぼけないでよ。この前ママ会があったじゃない？その後たまたまなぎさんが帰宅するとこ見ちゃったの。そうしたら何？あの物騒な竹やぶ。あれは昔からなんです。それなりに切り揃えてるんですけど、物騒に見えますか？そりゃね、どうせ中にある家も古臭いボロ屋なんでしょ。ほんと無理。最近リノベーションもしたのでボロ屋ではないですよ。リノベーション？貧乏人って感じね。私みたいに新築なんて建てられないのね。かわいそう。もういいですか？私、この後打ち合わせがあるので。打ち合わせ？何それ？もしかして、あんたも働いてんの？そうですよ。共働きってやつですね。そうだったの？だったら早く行ってよ。もう関わりたくない。言うタイミングがなかったので。あっそ、友達やめよ。子供っぽいですね。別にいいですよ。わかりました。ねえ、なぎさん、ママ友から聞いたんだけど、隣町のスーパーでレジ打ちしてるってマジ？ママ友が見かけたんだって。なぎさんちってそんなに貧乏だったの？久美子さん、こんばんは。突然何かと思ったら、レジ打ちと貧乏がどうしてつながるんですか？どうしてって、だって貧乏だから共働きなんでしょ？しかもスーパーのレジ打ちって、共働きとは聞いてたけど、さすがにないわ。学生かよ。それは言い過ぎだと思います。そこまで言われるほどのことですか？だってなぎさんまで共働きって、この前 LINE した時隠してたのね。いや、私から言いましたよね。別に隠してたわけじゃないですよ。いいのよ、嘘つかなくても。自信を持って働いているので隠さないですよ。
スーパーで働くのに自信。面白い。もしかしてエプロンとかしちゃってんの？確かにレジ打ちするときはエプロンが制服ですね。スーパーって言っても一応高級な方ですけど。うわ、やっぱりダッサー。高級だろうと庶民的だろうと同じでしょ？私だったらスーパーでレジ打ちなんて恥ずかしくて次の日街を歩けないよ。スーパーのこと見下しすぎてませんか？久美子さんもスーパーで買い物しますよね。働くかどうかは別よ。もう恥ずかしいから私とも関わらないでくれる？え？そこまで言われるんですか？私はセレブ家庭なんだよ。あんたみたいなのと一緒にされたらやだもん。そうですか。だいたいさ、みんな共働きなの隠しすぎじゃない？本当は共働き恥ずかしいとか思ってんでしょ。わざわざベラベラと話すことじゃないからかと。とか言っちゃって知ってんのよ私は。だって私だったら恥ずかしくて言えないもん。共働きなんて見下されるじゃん。見下してるのは久美子さんくらいかと。それに家事と仕事って忙しいので余計な話してる暇はないですよ。貧乏人はせかせか働かなきゃいけないんだね。あんたの旦那みたいなのと結婚しなくてよかった。私は働くの好きなんですけど、それに旦那を悪く言われるのは違うと思います。私の旦那みたいに稼げば優雅に生活できたのに。結婚相手見誤ったね。そろそろそういう言い方はやめてください。怒りますよ。貧乏人で短期とか救いようがないよ。てかスーパーで働いてるってことは廃棄品食べてるんでしょ？プチ贅沢ってやつ。まさか家庭で出してないよね。なるべく廃棄は減らしたいですからね。そういう時もありますよ。廃棄品食べるとか貧乏くさ。高級スーパーの廃棄品美味しいのかしら。そりゃ美味しいですよ。自慢の商品しか出してないですもん。認め方が大胆すぎて笑えるんだけどスーパーのレジ打ちしてるってよほど貧乏なのね。今日も廃棄品恵んでもらえたの？あそこは私のお店だけど。え？なんか勘違いしてないですか？あのスーパーは私が経営してるんですよ。ちょっと待って、どういうこと？あのスーパーは高級路線で経営成功したチェーンです。私がオーナーをしています。いや、意味わかんないから、嘘がわかりやすすぎるからね。だったらなんでレジ打ちなんてしてたのよ。オーナーだからこそ現場を知ろうと思ったんです。店員として働くことでお客様と接点が持てます。経営者としては当然のことだと思います。え？そうだったの？ちなみに、あなたの旦那さんの会社は取引先です。まさかここまで馬鹿にされるとは思いませんでした。これ以上関わらないでと言われたので、ご希望通り契約は打ち切らせていただきますね。ちょっとどういうこと？いつも制作を依頼していた会社でしたが、残念です。うちのスーパーが主な取引先だと聞いていましたが、部長の奥様にこのような言われ方をしたら、ねえ。当然ですが、今後のお取引はなかったことにします。はぁ？ちょっと待ってよ。旦那は関係ないでしょ？そんなことしたら旦那の収入に関わるじゃない。それは、私に関係あることですか？いや、それは。私はスーパーの運営に誇りを持っています。スーパーで働く人を馬鹿にされるのも心外です。これから大型の案件を依頼しようと思っていましたが、なかったことにします。待ってよ。私あんたがオーナーなの知らなかったのよ。知ってればこんなこと言わなかったし。そういう問題じゃないですよね。そうでしょ？だって本当はレジ打ちじゃないんでしょ？だったら全然いいわよ。もうバカになんてしないから。あれ？友達辞めるんじゃなかったですか？共働きをしているママ友を見下すのも、スーパーのレジ打ちを見下すのも、私にとっては許せない発言です。ごめんって、そんなに怒らないでよ。謝るからさ。もう遅いので結構です。すでにご連絡させていただきました。え？どういうこと？契約は打ち切らせていただくこと、今後は依頼をさせていただかないこと、このラインを証拠として添付し、旦那様の会社にご連絡しました。嘘！ちょっと待ってて！そんなことしたら私のせいになるでしょ？間違った事実ではないと思います。はぁ？ごめんって！大げさでしょ？ちょっと意地悪なこと言っちゃっただけだし！
意地悪なことが過ぎましたね。私の旦那のことも悪く言われましたし、挙句の果てには庭の竹やぶまで。どれだけ人のことをバカにすれば気が済むんですか？でも、それは本当に思ったことで。それに、そうよ。なんであんなボロ屋なんかに住んでんのよ。オーナーしてるなら金持ちなんじゃないの？あれは私の父が昔から大切にしている庭です。ちなみに、敷地は東京ドームくらいありますよ。え？あれはほんの一部です。中には、俗に言う豪邸があります。はぁ？でも、ボロ屋だって。ボロ屋と決めつけてたのは久美子さんですよね。今は大型リノベーションしたので、ほぼ新築です。そうだったの？え？旦那からのライン、めっちゃ怒ってるんだけど。旦那さんまだ仕事してるんですね。残業お疲れ様です。私からの連絡を見つけたのかな？はぁ？本当に連絡したの？いや、もう連絡したって言いましたよね。もう遅いから、取り急ぎメールで連絡したんですよ。こういうのは早い方がいいかと思って。ちょっと、今すぐ会社に来いって言われたんだけど、絶対まずいじゃない。ねえ、お願いよ。冗談だったことにして。ママ友の中だからふざけたって。今さら何を言ってるのかわからないです。ぜひ会社で詫びてきてくださいね。きっと大問題になってると思うので。お願い、謝ってるでしょ？世の中、謝ればいいことばかりではありませんよ。社会について知らないみたいなので、ぜひ学んできたらいかがでしょうか？もうわかったから、許してください。それでは、私は忙しいので失礼します。あなたからの面倒な LINE もブロックしますね。会社に行って、自分のしたことを後悔してください。このまま旦那様に離婚でもされて、久美子さんが仕事に出ることになったら面白いですね。それでは会社まで、行ってらっしゃーい。その後、久美子さんは大急ぎで会社に向かい、社員全員の前で土下座したんだそうですよ。すべてを知った旦那さんはブチギレ、そして赤面。呆れて別居を切り出したんだとか。甘やかしすぎたからと、お小遣いも止められ、家を追い出されて、なんとか見つけたボロ屋に引っ越し。家賃も生活費も、久美子さんが自分で稼いで払うようになったそうですよ。やっと雇ってもらった隣町のスーパーでは使い物にならないと、学生バイトにこき使われているんだとか。生活費もカツカツになり、廃棄品をもらって生活をしのいでいるんだそうです。もちろん、ママ友には隠しているみたいですけど、目撃情報があり、全部バレちゃってるみたいです。一方でナギさんは、この件で新しく契約した会社と企画を進め大成功。結果的に大儲けをすることができ、豪邸とは別に別荘を建てたんだとか。他人のお金で贅沢な暮らしをしていた無能女の久美子さん。その後は働くことの大変さを知り、必死に毎日を生きてるみたいですね。